伏見街道は、京の五条と伏見とを結ぶ街道。この項で説明する、大津塾と伏見塾を結ぶ街道。大津街道の項を参照。京都の五条通りを北の支店都市、鴨川東岸を南下して、伏見の京町通につながる街道である。豊臣秀吉によって開かれたと言われる。江戸時代から、京と港湾都市伏見とをつなぐ通運の道として、そして、 周辺名所をめぐる観光の道として賑わった。また伏見から深草藤森神社までは西国大名の参勤交代の道ともなった。現在では都市観光通の役割を約1キロメートル西に並行する竹田街道などに譲って地域の生活道路となっており、北側にある東山区あたりでは本町2、南側にある伏見区深草あたりでは 筋海かい橋2と呼ばれる。また、鴨川運河と京阪本線が並行して走る。豊臣秀吉が関白を辞し、伏見に京移すにあたって、天正年間あるいは文六年間に京都伏見を結ぶ道として開いたと言われている。その北端には東山大仏が南端には伏見城があった。江戸時代の伏見は交通の要所であり、 京と伏見の間の物資の運搬路として、この伏見街道に並行して、陸路の武田街道や、水路の高瀬川水運が開かれた。しかし、当時の旅の中心は徒歩であり、稲荷神社をはじめ沿道に名所が多い。この道は観光の道として、旅人の往来が多く、沿道には京から伏見にかけて家屋が連端し、賑わいを見せた。近代に入り、伏見街道に並行して、 二役を担うパモガーンガが,が改作され、さらに疎水によって発電された電力で日本初の路面電車が竹田街道に沿って京都と伏見を結ぶなど鉄道が整備された。また、車両中心の道路交通としてのメインストリートとしての役割は、現在の国道24号、竹田街道、次第街道や国道1号が担うことになり、主要な交通路としての役目を終えた。しかし、 現在でも、なお地域の生活道路として、重要な街路であり、道幅が狭くほぼ全区間で二輪車を除いて、北向き一方通行であるが、車両の交通量も多い。また、家屋の更新により新しい建物も多いが、古くからある町屋も散見され、街道として栄えた面影を残している。沿道には、東福寺、伏見稲荷、宝刀寺、藤森神社など由緒ある。 小社寺が並び、特に、伏見稲荷の行事の際には、伏見区深草藤森北で、新入規制が行われる。鴨川に架か,かる五条大橋東詰めから三筋目が、北の起点である。そこから、鴨川東岸、東山の山麓を南下して、東福寺、伏見稲荷大社の前を通り、隅染めの交差点で隅染通りを西に進む。隅染め寺の角で再び南に折れ、 種目町の前を通り、国道24号を交差し、京町2につながる。全長およそ6キロメートルである。深くさ成な全町第一軍道館は、京都府道201号中山稲荷線、西松屋町国道24号館は、滋賀県道、京都府道35号大津よど線である。伏見街道の道のりは、隅染めの交差点で西に折れるが、 筋貝橋通はそのまま南下し、土橋通りで国道24号と合流する。京都伏見を結ぶ伏見街道は以下の別名を持つ。京都の鴨川東岸には古くからなら至る道が通っており、平安時代に鴨川東岸に広く勢力を有していた、保祥寺の中から保祥寺老または保祥寺王子と呼ばれた。この保祥寺王子は、 伏見街道と多くで重なるが、保正寺付近では若干西側のルートを取っていたようである。したがって伏見街道は秀吉が新たに開いた道ではなく従来あった道を再整備して伏見まで導いたものであろう。東山の山麓から流れる川に対して四本の橋が架けられ、それぞれ北から一の橋、二の橋、三の橋、四の橋と言われた。 一の橋は、山城国あたご軍と金軍の境目にあたり、その名は古く平家物語などにも見える。明治六年下境の三の橋と四の橋は、今なお現役で、京都市内では貴重な石像アーチ橋である。一の橋、二の橋は、川が暗渠化されたため撤去されたが、古写真ではこれらも、石像アーチ橋であったことがわかる。一の橋の親柱と欄干が、 一橋小学校の校庭に二の橋の親柱が九条高架橋の下に残されている。四の橋は下に流れている七瀬川が蛇行して流れていたため、流れに対し斜めにかけられる形となったことから、筋貝橋とも呼ばれ、通りの名の由来にもなっている。一の橋から三の橋は比較的近接しているが、四の橋は比較的南の方に離れている。東山区内では、 五条から南に向かって、本町一丁目から本町二十二丁目まで、ナンバリングされた町通りが、道路の両側に形成されている。また、伏見区深草では、筋貝橋の南側に、深草筋貝橋南一丁目、北側に、深草筋貝橋北一丁目があり、深草筋貝橋北一丁目の北に、北に向かって、 深草筋海橋2丁目から深草筋海橋11丁目までナンバリングされた町通りが道路の両側に形成されている。京都中心部から南下して伏見中心部とを結ぶ道路、水路、鉄道は以下のものがある。京都側では伏見街道がこれらの最も東側に位置している。ありがとうございます。